レーモンド・アンウィン・レーモンド・アンウィンは、イギリスを代表する都市計画家である、労働者住宅の改善に力を注いだ。その都市計画に関する考えは、著作タウン、プラニング・イン・プラクティスに述べられているが、それまでの公衆衛生的な基準を満たすことだけ、考えて設計された住宅地をより魅力的なものにすることを目指した。特に、 エベネザー・ハワードの田園都市理論によって建設された初のガーデンシティであるレッジワースとロンドン北部の緑豊かな住宅地ハムステッド・ガーデンサバーブの設計者として知られている。1863年、ヨークシャー・ロザラム近郊ウィストン生まれ。実家は川なめし工場を経営していたが、やがて父は事業家を辞めてオックスフォードに移り住む。 アンウィンは一つ違いの兄ウィリアムともども、オックスフォードで少年時代を過ごす。兄と共に進学を専攻し生殖に就く予定であったが、アーノルド・トインビーやジョン・ラスキン、ウィリアム・モリスの思想に傾倒。都市改善運動に目覚め、進路を変更する。1882年から鉄鋼会社スタブエリー社に製図工として勤務。 労働者のための住宅地計画等で注目される。建築では、チェスターフィールド工場労働者の行為室旨などを手掛ける。こうして、製図工に転じて、設計技術を得得した。1884年に設立された、社会主義同盟に参加、バクストロで、建築設計事務所を構えるバリーパーカーらと出会う。1893年には、彼の姉、 エセル・パーカーと結婚する。1885年、社会主義連盟マンチェスター支部初期になる。1895年からバリー・パーカーの共同者になる。ローン・トリーケから住宅地の設計を移植する。また、フェビアン協会に加盟。1903年に設立された第一、田園都市会社が基本計画のため指名設計協議を実施。 このローン取引受立案プログラムに基づくガーデンシティのコンペティションにハーズ・イー・リッカレド・ド・レザビー事務所と共同し参加。一等当選となり、1904年に実現の運びとなる。1905年、ハムステッド・ガーデン・サバーブ・トラストの創設者、ヘンリエッタ・バーネットの依頼を受け、郊外住宅地を計画設計する。また、同住宅地内のウィルドに定住。 トラスト協会の建築担当理事となる。1908年以降、エドウィン・ラッチェンスもハムステッド建設に参画、検討案作成とセントラルスクエア、協会、研究所、広場を囲む、建物の建設を担当させる。1933年に完成を見る。1909年、イギリス住宅及び都市計画法の改正直前に、著書を出版。1910年、 ジョン・シンプソン教の企画による都市図の国際博覧会開催に際し、イギリス王立建築家協会講演による都市計画講演会開催に参画。1911年からバーミンガム大学に設置された都市計画コースで教弁を取る。1913年、都市計画研究所を創設。1914年、パーカーのポルトガル及びブラジル移転に伴い、 協力関係を解消。同時期、ハムステッド建築担当理事の座を優退する。1915年、イギリス国民協会設立に参加。この頃から、数々の養殖につき、1916年から、クレトナ・マンコルビレッジ、タインズフェリー被災者用住宅を提案。1918年、RIBA からの依頼による高層建築の問題について、 レポートは報告。1920年、自らの基本原則に基づくガーデンシティを計画設計。1922年には、ベルリンで近代都市の建設をテーマに、エルンストマイのプレスラウ計画を例に、自らの設計思想について講演。1925年、ニエーヨークで行われた都市及び地域都市計画に関する国際会議に参加。 また1934年にはイギリス住宅協会主催の北米研究旅行に参加しアメリカ合衆国におけるローコストハウジングを視察。パルチモアノラーレイに報告書を提出し、1935年のニューディール政策に影響を与える。1936年から1940年までコロンビア大学で都市計画、ハウジング担当教授。その間、 コーネル大学やマサチューセッツ工科大学で講演。ありがとうございます。